アントニオ・ジョセフ、トニー・メンデスは、アメリカ中央情報局職員である。秘密作戦の技術支援を専門としており、イランアメリカ大使館、人質事件の際のカナダの作防で現場指揮をしたことで広く知られている。機密指定解除後、カナダの作防作戦の詳細が2007年のワイヤード氏のジョシュア・バーマンの記事で報告された。この事件を題材として、2012年の ベン・アフレック監督の映画、アルゴが制作され、アフレックがメンデス役で主演し、アカデミー賞、ゴールデングローブ賞を受賞した。ゴールデングローブ賞の受賞式には、メンデス自身も出席し、スピーチを行った。メンデスは1940年に、ネバダ州ユリーカで、ジョン・ジョージ・メンデスとネバ・ジューン・トニオニの間に生まれた。彼は、地元の公立学校に通っていた。父親は、 メキシコ系、母親は、イタリア系、フランス系、アイルランド系の家系である。オープン・ユー・アイズ氏のインタビューで、メンデスは、父親は幼い頃に亡くなったと語っている。彼はスペイン語を学ぶことはなく、父親のメキシコ系アメリカ人の文化から切り離されて、育ったため、自身がヒスパニックであるという認識はないと語った。メンデスが10代の頃に、家族は、 コロラド州に移住した。エングルート高校を卒業後、コロラド大学で美術を学んだ。メンデスは大学卒業後もアーティストとして活動を続けた。彼は最初、大手航空宇宙会社、マーティン・マリエッタ社でイラストレーターとツールデザイナーとして働いていた。1965年、彼は新聞に掲載されていた特命の求人広告に応じた。その広告主は、 中央情報局であり、彼は CIA に雇用され、秘密工作本部技術支援部で身分証明書の偽造や変装の作成を専門に行うようになった。彼は秘密工作の訓練を受けた後、偽造や変装など技術支援担当の工作官として沖縄、タイに駐在するなど CIA に25年間勤務した。1980年のイラン革命の際、 テヘランにあるアメリカ大使館が占拠され、6人のアメリカ人外交官がカナダ大使館に避難した。メンデスは彼らを救出するためにイランに渡航した。メンデスは外交官らをカナダの英学ルーと偽り、カナダ政府からパスポートとそれを証明する裏付け書類を受け取って、外交官らを無事にイラン国外に脱出させることに成功した。この作戦は後に、 カナダの作望として知られるようになった。メンデスは救出作戦を指揮した功績が認められ、1980年3月12日にインテリジェンススターを授与された。メンデスと最初の妻カレンの間には3人の子供がいた。カレンは1986年にガンのため死去した。息子のアントニオ・トビアス・メンデスは彫刻家になった。1980年代半ば、メンデスは 同じく CIA 将校だったジョナ・ヒースタント・ゴーサーと共にソ連におけるアメリカの安全保障組織の再構築に取り組んだ。1990年にメンデスが引退した後、二人は1991年に結婚した。二人の間には息子が一人いる。1990年に CIA を退職した後、メンデスは妻のジョナと共にワシントン DC にある。 国際スパイ博物館の理事を務めた。また、彼はアーティストとしても活動した。メンデスは以下の4冊の回顧録を執筆した。そのうち2冊は妻のジョナトの教著である。彼の最初の本は2002年に CIA の出版審査委員会の元委員長、ジョン・ホリスター・ヘドリーによって元 CIA 職員による3つの画期的な回顧録の一つとして賞賛された。 2009年、メンデスはパーキンソン病と診断された。2019年1月19日、パーキンソン病の合併症により78歳で死去した。カナダの作謀に関する記録は2000年代に機密指定が解除された。ジャーナリストのジョシュア・バーマンはワイヤード2007年4月号でこの作戦についての記事を書いた。この事件を題材として2012年に映画 アルゴが制作された。監督は、ベン・アフレックで、主役のメンデスを監督のアフレック自身が演じた。この作品は、アカデミー作品賞を受賞した。2013年に SHOWBIZCAFE.com のインタビューを受けたメンデスは、ヒヒスパニック系であるベン・アフレックが、自身の役を演じたことについて、どう感じたかを聞かれた。メンデスは、 幼い頃に父親を亡くしたため、スペイン語も父親の文化もあまり学べなかったとして、私は自分をヒスパニックだとは思っていない。自分は砂漠で育った人間だと思っていると語った。ありがとうございます。